真面目な動画を撮っています。ここは、埼玉県と長野県の県境の三国峠というところです。標高1740メートル、ちなみにこちらは埼玉県側の山々ですね。秩父ですね。結構急峻な山々がこう連なってるような感じですね。景色が非常に良いとこなので、個人的にも、非常に気に入ってる場所です。これずっと降りていくと、埼玉県の秩父の方に出ます。ちなみにこちらは長野県側の山々ですね。埼玉県側と違って結構なだらかな感じの山がこう連なってるような感じですね。非常に対照的で面白いとこですね。ちょっと寒いな。手が冷てんだけど。今では非常に珍しいダートの林道ですね。砂利道ですね。本来時間があればこっちから登ってきたかったんですが、今日はちょっと時間がないの。また埼玉側に戻ってきましたね。ここの面白いところは太平洋と日本海の分水嶺でもあるということですね。ちなみにこちらは埼玉県側なので、荒川の源流になっています。これが荒川を通ってずっと最終的には東京に出るわけです。また長野県側に戻ってきました。長野県側は千曲川の源流になりますね。これが信濃川となって日本海に注ぐというわけですな。ちなみに間はこうやって切り通しになってますね。今は長野県側から埼玉県側を取ってます。こういうふうに切り通しになってます。このように今日は、自動車も何台も来てます。なんか、ウォークラリーかなんかをやってるみたいで、そういうイベントがあるのも非常に珍しいのかなと。